어, 오코노미야키는 한번 먹을까? 제가 안쪽에 앉을게요. 주문決まりね。はい、 すいません。これ自分食べてるの撮ってるんだけど、お客さん来る前にこっちに置いといて、お客さん来たら飛ばしていいです。ありがとうございます。내가 얘기했어요. 카메라 저기 놔두고 손님 오면 치워준다고 했어요. 이렇게 놔둬도 되는데. 아, 한 달에 10kg 3만 개 미션 걸어줄 사람 없어요? 먹는 횟수가 줄어들겠지. 방송은 하겠지. 대신에 이렇게 이런 식으로 하겠지. 일본 와가지고 아침부터 방송해 갖고 저녁까지 다 하고 저녁에 밥만 먹고. 아, 이거 뭐 야매 먹어. 아이 싸가지 없네. 근데 저기 있는 사람들도 술 먹으면 저거들끼리 얘기하고 떠드는 거 같아. 아, 지금 사정 열받았어. 말투가 존나 마음에 안 들어. 저런 말투 하는 거는 정말 사람 존나 무시하는 거야. 사람 개무시하는 거야 지금. 근데 저 말투가 존나 마음에 안 들어. 와, 내가 일본 10년 살면서 ᄉ 내가 저런 경우를 당해야 돼? 내가 내 돈 쓰면서? 죄송합니다. 와, 열받았어. 내가 얘기해야 되겠다. 안 되겠다. 사키, 와타시는 토익가게다. 대인상 연대모라테이. 今の言い方って大丈夫だ? 今の言い方ってうちでパンと出てきて、で、それでもやめてもらっていいですかって大丈夫なの? 他のお客さんがだからそれは分かるんだけど静かにしてもらえますかって他のお客さんがいるない何がワンと出てきても他のお客さんもいるんでもやめてもらっていいですか言ったんでしょだから言い方間違ってないと思うお客さんだよお客さんだよお客さんはじゃあ俺もうただで食べるのただで食べるそれは違いますだから金出して食べるんだからそういう言い方でねえよ こっちでパンと出てきてお客さんに対して店長なの店長の電話番号を教えてほしいけど関係ないじゃねえよだってこっちで金出して食べる人たちが気分悪いんだもんだから俺が間違えてるのは言うんだよで最初もこれやってますけど大丈夫ですかってでOKバイトに俺がちゃんと言ったんだよ さっきの女の子だよでそれで俺がやってるんだけど大丈夫ですかってオッケーでそれでやったんだよちゃんと言ってから来たんだよじゃあダメですよってその時点で言ってんであれば俺来なかったんだよでそれでもしうるさいんであればちょっと声でかいんで他のお客さんもいるんで静かにしてもらえますかじゃなくてもう来た時点でもうやめてもらえますかってそれ言い方ないと思う 言い方間違えてるよこっちに来て今の態度でやったんじゃなくてここにどうやっても出てきてお客さんにやめてもらえますかさっきと全然違うよじゃあさっき謝れよさっきの行動は私間違えました間違ってると思う間違って思ってないけど態度が違うよ態度は違っていてもさっきの態度も僕は間違ってるとは思うよ で、こっちにこうやってガーって出てきて名前なんなの？ユーガノンなんで店員じゃないの？店員ですよこれお客さんだよ店員でしょでお客さんが気分が悪いんだよだからそれぐらいは言えるんでしょだから会社に名前知らないと言えないじゃん閉めるこっちの会社の電話番号はいや、今なんでいらねんかはダメだ いらねんかは半分で何度か送ったよお父様、正直さん どうされましたじゃなくてじゃあ俺がこれをやっててまあ声がでかかったっていうのは私はもう認めますでさっきの態度はもうここでもドアガンって上げてもうやめてもらえませんとかこういう形でやられるとどう思いますだからそれを今ずっと言ってんだけど俺は間違えてます俺は間違えてませんってずっと言ってるじゃんじゃあどうします はい、一応、あの、俺、支店長になったから、はい。はい。店長じゃなくて、あの人に言われたいんです。聞きたいんです。すいませんと。はい。はい。
제가 이때까지 방송을 하면서 한 번도 이런 적이 없었어요. 누가 시끄럽다, 잘못했다 이러면 아 죄송합니다, 내가 먼저 머리 숙이는 사람입니다. 근데 왜 내가 이랬냐면 하는 행동이 너무 그래요. 진짜로 훅 들어왔다니까. 평소 같으면 아 예 알겠습니다 계산하고 갑니다. 근데 제가 이때까지 이런 적이 한 번도 없어요. 그리고 저 하이볼 두 잔 먹고 지금 맥주 두 잔밖에 안 먹었어요. 제가 그렇게 이 정도 먹고 술 취하는 놈은 아니거든요. 진짜로. 근데 웬만하면 진짜 이렇게 안 합니다 형님들. 얘네들은 몰라. 내가 씨발 일본 사람들하고 한두 번 얘기해 보냐. 나도 가게에서 장사하는 사람인데 얘네들은 내가 이렇게 해가지고 회사에 전화하고 이런 거까지 몰랐을 거야. 존나 몰랐을까? 전화해서 네 이름 뭐냐, 그래서 너희 회사 본사 이름 전화번호 대라, 거기서 쫄았지. 그래서 텐츄한테 가서 다다다 얘기한 거야. 이 정도까지는 몰랐겠지. 쟤네들은 형님 알바입니다. 그냥 윗대가리한테 연락하잖아. 그냥 그거 끝난 거야. はい。で、はい。はい。で、配信の手帳とあの、どうしても、あの、もう配信はもうその壁に向けて、あの、もう来ないから。はい。はい。わかりました。聞こえません。 最初にね、その、チェイサーしていただいた時とかに、ドア自分強く感じてしまったこととかに関しては、俺もこういうふうに強くやりたいんじゃなくて、で、私ももう日本で4年生やってるし、今、日本で10年以上住んでるんですよ。で、まあ、俺らもこういうふうに放送するのを、まあ、未成年にもいいのか悪いのかっていうのは、店から見ると絶対に良くはないんですよね。で、俺知ってるんですよ。 で、それで最初に来て言ってたし、で、それをちゃんと気をつけてやってるのにもかかわらず、こういうふうにされると、本当にもう逆にいつもそのまま出るんですよ。すいませんと言って、逆に俺から、で、それでもうお店に迷惑かけたのかなって思って。で、ただこれだけがすごいなんか気になって、で、普通に来て、もうちょっとお店に迷惑なんで、っていう感じでもなく、これでパーって、それが一回もそれされたことがなくて、そういうことだけでした。 もしもう他のお客さんが来て私みたいな人が来ても本当にもうただ言うだけで多分みんな聞くと思うんですよ。だからこういうふうにやらないでほしいんです。ただそれだけです。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。でもありがとうございます。はい。アルバ先生、 자기가 아까 문 열고 나와가지고 갑자기 얘기한 거 스미마센과니고모시아케나이데스라고 했어. 원래 보통 스미마센이라고 하면 제일 이제 밑에 쪽인데 모시아케나이데스 이러면 스미마센보다 또 위에 자기가 잘못했다고 얘기하는 건데 모시아케나이데스 이 말까지 들었으니까 막 그냥 그러니 하면 된다.